日本は本本当に日という国の中だけであのガラパゴス化現象とよく言われますけど日本という国の中だけで経済を回していてすごいグローバル化に乏しい、えー、これ音楽にも言えてなので、えー、とその作ったものの先にあるものまでぜひ自分に、ね、置き換えてイメージしてみてほしいものづくりの本当にいろんな繊細なタッチポイントを本当に見極められる人たちにみんなになってほしいんです。 とっってて、も世界観があって声質にも歌い方にも,もうすごい世界観があって曲を書く時に、はい、あのコードとかこういう雰囲気だってことは、うん、なんとなく自分の中であるんですけど。 これから行われますスペシャルトークショーは21世紀アカデミーや東京、名古屋、大阪のビジュアルアーツグループ合同での開催となりますそれではいよいよスペシャルトークショーのスタートですリオデジャネイロオリンピック NHK 公式ソングであるアムロナミエさんのヒーローや ラグビーワールドカップ NHK テーマソングリトルグリーンモンスターさんのエコーなど数々の名曲を世に輩出した今井亮介さんにこれからの時代を生き抜くための自己プロデュース論について語っていただきますそれではご登場いただきたいと思いますタイニーボイスプロダクション代表今井亮介さんですではまずはじめにまあ、非常に簡単になりますが自己紹介させてください 今井亮介と申ししまます改めまして作詞家作曲家音楽プロデューサーということでタイニーボイスプロダクションという作曲家クリエーターのためだけのすごく特別なエージェンシーを経営しております。 自分自身も作曲家として活動しています。また、ジジ株式会社というフードテック、IT、ウェブ、レストラン、フードにまつわるサービスの会社の代表、そして NPO 法人、これ、後ほどちょっとお話しますが、キッズフューチャーパスポートという未来の子供たちを何か支援できる仕組みが作れないかということで、こういった NPO 法人の代表理事なども務めております。こうやってね、肩書きだけ見ると、なんか偉そうなやつ来たなと思うかもしれませんが、本当に皆様と同じ音楽を愛してやまない、 人間の一人だと思いますので今日は皆さんとねできる限り同じ目線で何か話せたらいいなというふうに感じていますまずこのタイニーボイス皆さん大丈夫ですか緊張してないですか <laughs> なんか喋ってる方がリラックスして聞いてる方が緊張してるのはなんかねあべこべじゃないですかということで是非ね皆さんリラックスして聞いてください <laughs> えタイニーボイスという会社は先ほど申し上げたとおり作曲家それから作詞家それから音楽プロデューサーの 集まったクリエイティブ集団でありそういった方々をマネージメントしたりするそういった会社です日本をはじめ世界にたくさんのポップミュージックそしてそういったヒット曲をですね生み出しているそういう会社になります作曲家クリエイターのための音楽家集団ということでタイニーボイスというチームで音楽を作っていますで皆さんねいろんな今はもうね皆さんあのパソコン一つでとか かなりいろんなことできるようになりましたが僕、1994年頃にこの仕事音楽を作るって仕事を始めたんですがなんかあの見慣れないグレーのノートパソコンこれ、めちゃめちゃ重いんですよ多分今のパソコンの倍ぐらい重いんじゃないかなで画面もめちゃめちゃちっちゃくてこの当時僕が生まれて初めて買ったパソコン、えー、値段が80万近くしましたで容量、えー、メモリー4メガあの非常に悲劇なパソコンで打ち込んでたわけです。 でこれがまあこういう大きなスタジオで、えー、レコーディングし一番右の,もの98年の写真見ていただくと分かると思いますが今 MacBook1 台でできることがこんなにたくさん機材がないと音楽作れなかったということで、まあ、多大なる投資をしてですね 機材材にお金を資材を資投じてたとといいうようよな時代だと思います、まあ、それぐらい、ね、気合い入れないと音楽作れなかった時代なんで皆様の方がもしかしたら、ね、MacBook1 台でいろんなことできるので恵まれているかもしれません。で、まあ、2001年2004年2004年は初めてスタジオを作って2019年にも新しいスタジオを作ってということで、まあ、あの拠点をいろいろ、ね、構えながら今東京に3カ所。 そしてシンガポールとロサンゼルスにもスタジオを構えて音楽家同士がいろいろ交流しながら曲をいろんな場所で作っているというようなこんなチームを作っています私たちがその音楽家として何かものを作るだけじゃなくていろんなチャレンジをしてきたことによって今こういった作曲家のチームとして不動の地位を築いている理由のいくつかにはですね例えば安室奈美恵さんが小室哲哉さん の時代から新しいブランディングをするときのリブランディングの,このプランニングを考えたりとか、それからチャリティープロジェクトということで、フィリピンとかガーナとかに音楽を通じて寄付をしていったりとか、それから MTV とかのアワードでこうプレゼンターをねさせていただいたりとか、それから国境なき医者これもねちょっと上のチャリティーと近いかもしれませんが、いろんな NPO、NGO と組んで、音楽の力で何か人々の力になれることないだろうかということにいろいろチャレンジしてきました。 こうやって見てみるともの作っただけじゃなくてもの作った先にあるもので、えー、何か自分たちができることないかというアクションを実は絶えず、えー、もの作りとともに行ってきたということが少し透けて見えるかなと思いますまたあのつい先日、ま、去年かな BTSBTS、えー、BTS はわかるかね、k、BTS はわかるよね、えー、k p o p の BTS の事務所 HYBE っていう事務所があるんですが、ま、そこが新しく、えー アーティストを輩出するということでオーディションの審査員をやらせていただいたりとかそれから今ですと BS の番組で「おとめし」という番組でアーティストさんを招いていろんな音楽とかを紹介させてもらったりしてます。ということで単純に曲を作るだけじゃなくていろんなこうアーティストさんとか音楽にまつわるいろんなアクティビティを実は私たちやっておりますと。 ということで、えー、さらにですね音楽ビジネスの内側の構造改革みたいなものにも我々実はいろいろと力、えー、力を、えー、尽ししてきてきいましたちょっとね皆さんもうこの2020年代を生きる若者たちに向けては90年代というのはもうはるかに昔の話だと思いますがあくまで。 音楽業界の構造がどうやって変わっていったかということで皆さんにもいろいろ実はチャレンジをしてほしいんです単純にものを作っていいものを作ろうまずこれ第一段階でもせっかくいいものを作ったんだったらもっとたくさんの人に聞いてもらおうよとか時代ってこうやったら変わっていくんじゃないかみたいないい意味でポジティブだね野心を持ってほしいんですなので僕はこんなことをチャレンジしてきましたよということをちょっと今日は紹介させていただきます90年代は皆さんがもう今ほぼ聞くことのない CD が もうアホほど売れてましたもう本当に300万枚とか400万枚とかもう本当にもう様子がおかしいぐらい売れてましたと、えー、いうところでまあつまりはですね売れればいいじゃんみたいな、えー、どちらかといと言えばもうマーケティング市場主義ですねだからこういうものが売れてるからこういうのを作ろうつまり皆さんが目指すようなものづくり何か新しいものを作って時代を変えてやれみたいなノリではないですもう本当に今こういうのが売れてるからそういう似たものを作れば売れるからみたいな。 感じでなかなかクリエイティブが先に立たなかった時代でした。というところで、あのー、かっこいいけど売れないねこれみたいなものを本当みんなが手を出さない時代でした。特にレコード会社とかこういった大きな勢力がですね。なので逆に言うと感度が高いプロデューサーとかアーティストがなかなか行き場がなかったわけです。えー、レコード会社と契約しなければ今だったら、ね、皆さんチューンコアとか使って自分の作品を世に出せるでしょ。ね、自分で YouTube 上げられるでしょ。で TikTok に上げてとか。自分個人の力で 音楽をを広めるる力を皆さんは今持っているとっていとで,でもまあこの90年代っていうのはレコード会社に気に入られて契約金を頂い,いて制作費払って頂い,いてってやらないと自分の曲が世の中に出る方法すらなかった時代だったと、まあ、残念ながらねなので、えー、こういったレコード会社に気に入ってもらわなきゃいけないという非常になんかあのー、なんていうのか民意をに反した本当はだってレコード会社の人のその先にいるリスナーさんが何回聴いてくれるかとか。 何枚買ってくれるかっていうのが本当の音楽の良し悪しを問われる瞬間なんだけど目の前にいるディレクターさんが納得しない限りその先の人たちにリーチする可能性すら目もつまれちゃうとなのでまああの皆さんガラケーとかはもう分かんないガラケー分かる人あっ、ね、よかったよかったガラケーとかってまあぶっちゃけもう今スマホに押されてほぼ皆さん使ってないですよね 日本本本当に日という国の中だけであのガラパゴス化現象とよく言われますけど日本という国の中だけで経済を回していてすごいグローバル化に乏しい、えー、これ音楽にも言えてあの音楽のガラパゴス化というのがすごく、えー、起こっていましたつまり日本の中だけで売れるものが日本の中だけで流通していればいいじゃないかっていうのでやはり、あのー、今だったらねみんなアメリカのヒット曲イギリスのヒット曲 えー、ヨーロッッパでででねこういういのが流行ってるるとかすぐチェックできるでしょでもそういうのもみんなまだまだインターネットも黎明期でみんなそういうことも全然やってなかったのでとにかく日本で売れるものが日本独自の進化だけを遂げてた時代でしたというところでまあなんかそんな古い作り方変えていこうじゃないかってことでこうまあヒップホップ的なサンプリングを使うような音楽の作り方だったりとか、まあ、これ僕が自分でまだ YouTube とかもない時代ですから自分がアメリカに行っていろんなスタジオにもうあの ババンバン切り込んでいってどうやって作ってんだって言って機材を調べたり作り方を知ったりとかまあそういった世界の標準的な現場の作り方っていうのを自分で学びに行ったそれからえと当時はですね今もうみんな想像つかないと思いますけどこの中でえと例えば音楽打ち込みとかビート作りたいって思っている人どれありますかね 今の常識自分がが作ったビートがありますでこれに例えばラッパーとかシンガーとかがトップラインっていういわゆる歌詞とかメロディーとかラップとかこのビートの上に乗っけてくれたら当然このビートがその音楽の一番アイディアの発端であることは間違いないですよねわかるよねこれはね。なのでこれは作曲の一部であるから作曲家としてクレジットされて。 当然作曲家として著作印税を受け取りますっていうのは今の常識なわけですよ。これがですね90年代から2000年初頭ぐらいまでは全く常識なかったんです。本当に編曲の一部なんで印税は発生しません。その代わり「まあ、スズメの涙」ほどのギャラをもらって編曲家としてのクレジットをされて著作,著作印税ゼロ。夢夢なないいででしょややっっっぱぱさ印税夢あるじゃんやっぱりなんか、ね、なので、まあ、こういった アメリカでは当たり前のように著作物として取り扱われているサウンドメイクとかサウンドデザインとかビートメイクといったものが全く著作印税の対象になっていなかったものを僕らが業界を変えていったことによってちゃんと印税が入るようになったとかだって印税が入るようになったらみんなもっと目指したくなるでしょヒット曲作りたいしそれに伴う対価が入るわけですよ、ね、とか、まあ、編曲扱いからちゃんと作曲の一部として著作印税が入るようになっていったと。それから まあ新しい業態の誕生と音楽ニーズの開拓ってことで、先ほど僕、このタイニーボイスって会社は、作曲家のためだけのえ非常に特化されたエージェントだというふうにえお伝えしましたが、こんな事務所、どこにもないわけですよ、今まで。作曲家が起業して、作曲家のためのえーエージェント、マネージメント事務所を作る、そこにスタジオがあって、みんながそこで学びながら、切磋琢磨して、本当にもう、スポーツジムのように、みんながもう、 戦うようよにいい俺の方ががいいい曲かけるかけけるるるっっててみんなが頑張ってるそういう現場を作り上げていったとそういう業態っていうのはまあそもそも存在してなかったので、まあ、こういったものを立ち上げたというところも含めてですねこの2004年か2004年にこのタイニーボイスって会社を作ることになりましたでそこには新しい作曲家サウンドプロデューサー 作詞家さんたくさんが所属してくれるようになって今です本当にね BTS、BIGBANTWICE とかこういった k p o p 系 JO1 とかもやってますあ少女時代もやってましたねそれから j p o p の,のダンス系だと大地くん三浦大知君とかね皆さん多分ご存知だと思いますけど三浦大知君、愛ちゃんそれからジャニーズ LDH アーティストとかたくさんやってます。 いいつも何がしかトップ10に、ね、入っててうな曲を手掛けてますそしてダブルとかリトグリリリトグリなんかも、ね、最近メンバーも変わってだいぶまたあの一新しましたけど、まあ、こういった J−POP 系のアーティストを手がけたりということでこういった音楽の制作の最前線で僕たちは今活躍できているのは単純にいい曲を書いてただけじゃなくてこの人たちに頼めば何か新しい時代を作ってくれるかもっていう期待感もあるわけですサウンズディファレントなんて言葉を使,い使いますけど。 やっっぱちょっと他の人と差別化が図れているそういうものを自分がどうやって自己演出できるかみたいなことがすごく大事になりますなので、えー、こういったね先ほど言ったタイニーボイスっていうのはこんなメンバーで今あの作曲をみんなで作ってるわけですが、えー、ちょっと面白いんで今日はねせっかくビジュアルアーツさんの、えー、こういったオープンスクールということで皆さんお越しいただいているので一人紹介しましょうねここに前田佑さんという方がいます佑、えー、ク佑んって僕たちは呼んでます彼はですね、えー、今 えー、もう本当に嵐だったり、えー、それから名 J だったりいろんなアーティスト、えー、j p o p 系本当にたくさん、えー、プロデュースしているもう本当にトッププロデューサーの一人として育ってますなんで今僕彼を紹介したかというとビジュアルアーツの卒業生さんです、えー、ちょっと気になる方いたらちょうどアップされたばっかりかなえー、っと今名 J っていう あの女性アーティストでまあ皆さんレリ・ゴーとかえー記憶に新しいかも新しくはないかあのよく覚えてらっしゃるアーティストだと思うんですがまあちょっと彼女のね歌をリブランディングしてもうちょっとこう今時のプロダクションだったり歌い方だったりしていこうということで今実はメイジのアルバムのプロデュースを僕が今引き受けてるわけですがえその中からのファーストカットの「スプレッド・ラブ」って曲についてどうやって打ち込んでどうやって作ってるかなんていうのを私の今井亮介の YouTube チャンネルの動画でも上げてますのでよかったらのこうやってね 今日はビジュアルアーツって場所でご縁あってお会いした皆様なんで、ちょっとこのパイセンの仕事っぷりをです、ね、見てあげてくれたら嬉しいなというふうに思っています。まあ、その他ね、このメンバーの中には、もちろん日本のプロデューサーもたくさんいますが、アメリカのプロデューサー、それから韓国から来てくれたプロデューサー、それからハワイから来た子もいます。 ハワイはアメリカか、あとはえっ、ー、と台湾から来てくれてるプロデューサーもいます。非常にこうグローバルなチームで動けているというところも特徴的かと思います。はい、まあそんなね、いやいや言いますけど、タ,タインボイスでじゃどんなこと頑張ってんだよっていうと、えー、トップ10県内のチャートに入っているもので大体2500タイトルぐらいあります。それからセ、CD セールスでいうと8000万枚ぐらい売っています、えー。ストリーミングは、えー、ちょっと。 かなり頑張ったんですがもう集計できなくなってた,たとえもう数千億回でしょうね手がけた作品の、えー、トータル再生数はちょっとただ最近皆さんご存知の通りもりメディアが多いのでちょっとカウントしきれなくなっているのでこちらは割愛ということですが、まあ、もうあのとんでもない数、えー、自分たちが作った曲を世界中の人たちが聴いてくれているということです。はいということで音楽活動のちょっとしたまとめファンや時代が求めているものを見極めて クリエイティブだけでなくその先にある仕組みとかね、えー、そういったものを整えることそれに応えていくことでリスナーだったり音楽産業全体の幸福度要はみんなが、ね、求めてくれるものをちゃんと自分たちって見えてますか目の前のレコード会社の担当とか、えー、例えば僕らだとお仕事する相手が例えば広告代理店例えばじゃ電通だったり博報堂だったりどこどこ代理店みたいな人を経由して例えばどこどこの企業の CM 作ってくださいとかそういう件もあるわけですよね でもこの人たちが決して音楽のリテラシーが高い人だとは限らないんです、音楽家でもないし。なので、その先に本当に人々が求めている音楽、ちゃんとそこまで含めて見えて、手前の人たちともちゃんと話せてますかというこういう,こう先見性だったりとか、ものづくりの本当にいろんな繊細なタッチポイントを本当に見極められる人たちにみんなになってほしいんです。ということで、こういったね、 あの関わる人たち全員、聴いてくれている人たち全員の幸福度をアップするってことがやっぱり音楽の役目だと思うなのでえとその作ったものの先にあるものまでぜひ自分にね置き換えてイメージしてみてほしいっていうことですでまあそんな私、本当に幸い,いくつねヒット曲にも恵まれて音楽業界できちんと生きていくことがえおかげさまでできておりますというとこなんですが先ほどね出だしでちらっと話しました。フードテックまあ,あんま聞き覚えない ワー分かりやすく言うとレストランとか飲食業界に関わるウェブとかの仕組み、IT、ウェブの仕組みになります。こんな仕事を実は僕ね、ね5年前から始めてるんです。いいじゃん、音楽だけやってりゃお前ら食えてんだからっていう声がほぼ聞こえる中、わざわざ40代半ばにしてですねこういう新しいことにチャレンジ僕してみたんですジジという会会社社でフードテックの会社を始めてます。 なんで始めたのか12年前ですね東日本大震災ありました本当にひどい自然災害でした本当にあの家が流されそして車が流され衣服がなかなかない食べ物がなかなか行き届いてない音楽家である僕は音楽で何か被災地の方々ねなんかを元気づけてあげたいなとか何度も思いましたでも被災地の人方々が本当に必要としているものってやっぱり衣食住ですよね まあそんな中で僕はやっぱりあの音楽家としてとっても無力さを感じたそんな2011年でしたで一方ですね飲食ってのは日本があの本当に世界に誇れるエンタメもねもちろん素晴らしいものなんですけども日本がねこう世界に誇れる大事な産業であることもまあ皆さんね名古屋飯なんてのもありますし全国各地おいしいものたくさんあります日本なので日本食っていうのは日本の食事っていうのは非常にこう強いコンテンツだなとも感じました で食で解決できるいろんな問題もあります。まあ、さっき言った自然災害はもちろんですね。それから子どもの貧困の問題、これちょっと後で話します。そしてよ、えー、これ食文化の存続、あのー、食文化に限らずいろんな伝統芸能もそうですけど、あのー、後継者がいないとかでどんどんなくなっていく文化、味、技術、腕、そういったものがあるのが今日本の事実です。 そして働き方、経済の変化、まあ、こんなのがあって、食でいろいろ解決できることあるんじゃないかということで、このジジという会社を私は2018年に作ったということで、予約でも、それからお店の評価を見るとか、デリバリーでもなく、飲食店の食事を人にギフトできる仕組みを作ったら、なんかすごい新規性が高い、チャレンジングな事業ができるんじゃないかと、大体この5年間で200万食を突破するようなえ利用頻度が生まれているので、非常にどんどん広がっているサービスになります。 つまりですねこうやってあの人と共に交わっていって作っていき生きていきながらもの作り続けるこういうことがすごい大事だと、えー、結局ね共通点ってあるんです何か新しいことをしようと思うときにやっぱり障壁だっていっぱいありますでも新しいものを作るわくわく感あるよね絶対、まあ、こういったものを、えー、皆さんでぜひであの音楽制作にも置き換えて自分の気持ち自分が音楽に初めて感動したあの日を思い出してみてくださいというとこなので 今日本当はここからが一番話したかった内容です。毎年毎分毎秒新しい才能が生まれてます。あなたたちもその一部だと思います。僕は今で言うと追われる身であなたたちが追いかける身です。それで若い人たちはあいつは若いからダメだとかこいつマジダメだとかそうやってこう人を否定することばっかり言ってるとやっぱり本当に優れた才能も見つけられずにいくつか思ったのは。 一番のサビがちょっとアイダークじゃない。はい、あれはもっとスピーディーにバーンって言っちゃった方が。その時出せる全力。を出した曲です。うんうん、自分が歌うとかは。もうそろそろ自分で歌いたいなっていうのは<お>。思すな,るなるほど、なるほど。